はい、こんにちは。札幌占い美容師早川氏の後藤です。モデルさんの方からこういう見えっていうか分かんないけどグレージュのこういう感じにしていきたいと思います。はい、で結構本当にこの最近の美容室のこういう写真とかで気をつけないとダメなのか、さっきモデルさんにも言ったんですけど、すげえ加工してるので、あの色加工してるから実際の仕上がってる生の色と写真の色っていうのはかなり違ったりするので、その実際に写真になってる色をやるとすると結構ブリーチしないとダメだったりするので、今回はモデルさんと相談して、まあやっぱり今後この辺の髪も2年とか長い年月一緒にやあの生活していくので、傷まない方法でいいんですよね、やる方法でやります、はい。まあ、シンプルな方法でやっていきたいなと思うんで、あの通常の皆さんのサロンでも簡単にできる方法を今日はお伝えしたいなと思います。であと長さ切って、あと量感をちょっと取りたいということなので量を取ってやっていきましょう。はい、こんな感じでまず染めるかな。はい、これは今ビフォアの状態です。ちょっと後ろをこうしてこんな感じ、ちょっと回しますね、はい、これがビフォアの状態です。こんな感じです。で履歴はブリッジしてるの、何回ブリッジしてるのこれは。1回してこっちだけしたみたいな感じ。さらにね、はい、ああ、そうかそうか、了解です。前染めてから結構経ってないですか。2ヶ月経ってます。あ、そうなんです、はい、で、ここは染めたの。ここは染めてないの。これ地毛なの。あ、いや、こっちもなんかブリーチかけてたのかな。で、こ、あ、うん、あ、え、これブリーチかけてんだ、ここ、うん、嘘、わかんないです。あれは何をしてたのかわかんないですけど、ここもじゃあなんか色やってたわけ。なんかやってました。あ、結構ね、あのメラニン色素がしっかりされてるので結構赤く出やすい感じなんですよね、髪質的に。だから結構難しいです、グレージュのカラーに。はい、まずじゃあ量から取っていくんですけれども、まずちょっと彼女の量を見ていくとした場合、結構この辺の毛量がすごい多くてここが薄くなってるんですね。でこれを取っていくとしたら結構毛量あるんで、このまま取るとしたらどんどんここが大きくなっちゃって、ここがスカスカになるんで、多分仕上がりとしては毛先これぐらいで上もこうみたいな感じに多分なると思うんですよ。やばくないですか、下が、うん、ここだけもわってなって下で、可愛く見せるポイントがあって、あのより彼女をかっこよく見せるには、ここが今こうなっちゃってるんですよね。これをこっちに入れると可愛いんですよね、こういう風にすると、まあ、極端にこうなればいいっていうことなんですけど、うん、そうなるようにちょっと切りたいと思います。で今日使うのはテイクセニングという、切り方になるので、ちょっと一般の YouTube の方では限定動画になっちゃうと思うので皆さん見れないと思うんですが、ちょっと違いませんか。違いますよ。ちょっとこれタートルなかったのでもっとね、うん、もうストーンってなるんですよ。この量の違いって結構違うタイプ。全然違いますよ。結構違いますね、はい、そんなに派手にすいたわけじゃないけど、でここを見ていただくと分かるけど、ここ変わってないんですよ、うん、そう。だからよりこれでグレージュを入った方がこのカットでそうってなった方が、こっちでやさってなってるよりもよりなんか柔らかい感じになるっていう、カットもやっぱり結構肝心だと思うんで、グレージュ作る時っていう感じで簡単にやります。なんかここがこう盛られてるんですよ、こういうなんかこういう感じで、はいはいはい、ちょっとここを、うん、やってみてあ、そうか、鏡に見えないか、周りがちょっと実はこう出てる感じで、うん、なんか全体でこう全部3つ編んでる状態で、うん、っていう感じです。あー、そうかそうか、うん、あ、なるほどね。ここだけだったらもう、あ、これはこれはなんか大丈夫って言ったんですよね。こっちがなんか長さが違うって言ったんですよ。あー、そうなんだ。こっちが難しいんだ。これ結構肝心だからね、顔周り。そうなんですか。結構肝心じゃないですか、ここ顔の雰囲気、うん、で、ここはこう
あげるんでしょ、これ。じゃあこれ切っちゃっていいんじゃないですか。ダメなの、これ。これ切んない方がいいんだっけ。これ切るんですか。これ巻いた時に、多分まあここだと変だから、この辺になったんじゃないですか。で、こういう場合はどうすればいいかっていうと、僕はもうこの R2 セニングっていうので、リフトしながら切ってぼかして様子見ます。これで、こういう風にリフトしてですね、ちょっと見えないかもしれない。少しずつずらしてって、様子見るのが一番いいです。見えてないんだ。これで、僕は見えてるんですけど、ちょっと不安です。これでね、ちょっと、様子を見ながらこうやって切っていくといいんですよね。この顔前のこう相談しながら切っていけると一番いいと思います。こうリフトしたところをこういう感じで切るんですよね。リフトしたところをリフトした状態、リフトっていうかこの R 入れた状態でこうやって切ってぼかしていきます。ちょっと今画面から外れちゃうんですけど、そうやってやっていくと程よくいい位置が分かってきます。はい、その時に R2 セニング結構使えるので、例えばさ、これさ、ちょっとこうやってなんか巻いたりもできるし、なんかそれなりになんかいきそうな感じで、これがこうしたいんだけど、逆にちょっとここはこれはちょっと説明した方が難しいと思うんで、ちょっと省略します。で、こんな感じかな。これどう？全然 OK。 はい、でこんな感じです。で簡単にこれはなんかブラッドで切るんじゃなくてぼかしながら切った方が絶対いいんで、これで大丈夫だよね。はい、これであとはこんな感じで、これでアップは大丈夫だね。はい、はい、タートル着てるのとタオルが巻いてるんでかなりこう浮いちゃってますけど、かなりこっちにシュッてこうなる予定です。で、下の長さはどのくらい？ちょっと傷んでるところちょっと切って、傷んでるところを切りたい。はい、了解です。じゃあ傷んでるところはちょっとあんまりでも長い方が似合いそうな感じだよね。うん、長い方がいいでしょ。え、あんまり切らなくていいんじゃない？ちょっと切ればいいの？ちょっとだけ、はい、そうですね、はい、じゃあちょっとだけ。はい、切り方は本当定番ですけど、バックからセンターパートを分けて前に持ってきて切るだけっていう、すごい単純ですね。余計なことはしないで、でこれがちょっと難しいですかね、この回すのが。ただこれ適当にこう回してるんじゃなくてねじりながら回してるので、それができれば簡単です。こんなもんでいいんじゃないかな。ここも見えたらいいんペンシルシザーっていうのが、ペンシルシザーっていうので毛先をちょっとぼかします。え、でも重い方がいいの毛先？どちらがいいんですか？重い方がいいじゃあこのまま使わなくてもいいぐらいだけどね。ちょっとすくかな。毛先なんか逆に空いてたから、このぐらいあってもいいかなって感じがします。で、こねじったところをペンシルで、多分あんまり入れないようにします。量、彼女の場合ちょっと毛先すごい軽くなっちゃってるんで、ちょっと重めの方が似合いそうなんで、はい、こんな感じで終わりです。あとはまあ仕上がり見て切るので、カットはこんな感じ、簡単ですけどこんな感じです。はい、これで染めていきます。で、この薬は何かと言いますと、あ、ちょっと前出します。はい、これはアディクシーの